千葉競輪場。千葉競輪場は、千葉県千葉市中央区にある競輪場。施設所有及び主催は、千葉市。競技実施は、邪火東日本地区本部南関東支部。電話投票の競輪場コードは32。実況は、東京電説工業で担当は、藤崎敏明、または、鈴木城野であったが、2014年10月の記念競輪は、中川賢治。 それ以降は池田隆弘が実況を担当している。屋内250メートル板張りバンクへの改修を予定、2020年秋の供用開始を目標としている。千葉競輪場は1949年、昭和24年8月31日に開設された。過去に行われたビッグレースは1977年には、 第20回オールスター競輪が1972年1975年1976年1981年1984年1987年996年に1000年には日本選手権競輪が開催された。記念競輪は1980年代後半に 怪物と呼ばれ特別競輪制覇を量産した滝沢正光を称え2008年より滝沢正光杯として10月に開催されている。なお2007年まではコスモス杯が毎年8月下旬から9月の間に開催されていた。千葉競輪場の改修に伴い2018年度については松戸競輪場で開催予定である。また現役時代、 和声と歌われた白鳥信夫を称え、白鳥信夫杯が、競輪の GI レースの常連として活躍していた、東出強し、2004年2月22日に、遺願のため39歳で死去を称え、東出強しメモリアルカップグランドチャンピオン500が開催されている。トータリーゼータシステムは、富士通フロンテックを採用している。マスコットは、ライオンの姿をした。 ライモン君。2009年8月18日の開催から、手芸活式投票にあたるチャリロトを発売しているが、グループ開催への移行により、それまでのキャリーオーバーによる発売は2012年11月7日を最終日として、一旦終了すことになり、最終日は特例として書く、掛け式でキャリーオーバーがあった場合は一つ外した目でも、適中の扱いとしていたが、 全方式とも的中者がいなかったため、チャリロトの2058万4650円、チャリロトセレクトの4275円、チャリロト後の3600円が、千葉市の収入となった。11月26日からの開催より、多乗とキャリーオーバーを共有する、グループ C としての発売となり、キャリーオーバーの対象外である、チャリロト3は、千葉単独で発売される。 なお、2013年4月8日からの開催より、所属グループがグループ B へ変更となり、伊東温泉競輪場、静岡競輪場、岩木平競輪場と共に所属している。千葉競輪場は人口の多い千葉県中央部に位置し、都心からのアクセスも悪くはないが、近年集客力が急速に落ちており、千葉市は過去にも廃止を検討したが、 自助努力もせずに廃止するとは何事かと反対され撤回している。そこで千葉市では販売窓口の大幅削減、スタンドの一部閉鎖等でコストを削減するとともに少しでも入場者数を増やそうと市民に対しての PR 活動を積極に行い、千葉都市モノレールの切符を配布したりしていた。それでも近年は売上が低迷していたため、 それを踏まえ、2013年度より開催に関する業務を日本写真判定に包括委託した。これにより会計上の黒字は計上したものの、車検の売上額は向上せず、決定的な打開策とならない状況が続いていた。2015年1月23日に主催者である千葉市は会見を行い、千葉競輪場での競輪開催を2017年度末と、 なる2018年3月をもって廃止とする方向であることを明らかにした。理由について、このままの収益では2018年度に赤字が予想される上、存続するためには施設の大規模な改修を行わなければならず、そのための費用を捻出することができないためとしていい。また廃止するにあたり三年間は猶予するが、その間に包括委託を引き受ける企業が現れなければ、 廃止の時期を早めることも明らかにしたが、現委託先の日本写真判定は継続の意向を表明した。さらに2016年6月に日本写真判定は、現在の競輪場を国際自転車競技連合、UCI 公認企画に適合した、屋内250メートル周長の板張り走路にする全面改修を自社で実施する提案を千葉市に行った。 なお一周250メートルの自転車競技場を競輪場として使用することは現時点では認められていないため実現には経済産業省による基準の変更が必要となるが千葉市は日本写真判定からの提案に基づいて検討を行うことを表明予定された通り二千十七年九月に結論が出され前述の屋内百五十メートル周長の板張り走路への 全面改修による競輪場存続が発表された。500メートルバンクでは12月15日から17日が最後の開催となり、2018年春から解体工事に入る予定、工事期間中も場外発売は実施との報道がある。2018年2月時点の歌唱は千葉公園ドーム。コンセプトデザインは坂茂建築設計。 一周500メートルの直線の長いバンクだが、カントが緩いためか早めの先行が打たれる400メートルバンクに近いレースが繰り広げられる。めくりを決めるなら、バックストレッチで一気に仕掛けるしかなく、コーナーで仕掛けてもスピードは上がらず外に膨れる場合が多い。このため、先行選手へのハンデは500メートルバンクの割に少ないが、仕掛け賞を逃さなければ、どの先方の選手でも、 勝利のチャンス春。決まり手は、差しからまくり、残りや逃げ残りや、ズブズブが多いが、めくりから逃げ残りという残り目も見受けられる。そのためか本戦に人気が集中する極端なオッズは、少ないと言え、筋違いなのに低配当ということもある。なお登場は、財務省千葉財務事務所が土地を所有。競輪場は、敷地点三ヘクタールのうち、約三ヘクタールが、 国有地。残りは、私有地する千葉公園の中に立地しており、バンク内にはテニスコートが常設されている。かつてはミニサッカーグラウンドもあり、競輪控開際時に利用可能であった。サッカー使用時は、バンク内にある審判用カメラを東京電説工業の社員が移動していたが、現在は固定式となっている。千葉市は、 国有地部分を取得すると2017年9月13日に正式に表明した。2015年6月以降改修のため開催がなかったが青く塗り替えられたバンクが同8月のファイから使用された。同じ千葉県内にある松戸系輪場とは入場者の取り合いを起こさないように本場開催の日程を調整しており台風や降雪等で順延しない限り一緒に 開催されることはない。これを利用し、車検販売窓口の係員や審判団、両競輪場とも、ジャカ競輪競技実施事業本部の南関東地区本部に所属しているの共有を行っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。